Hello everyone, thank you for watching my channel. Just to let you know that this video is also available in English subtitle. Please keep watching if you're interested. I hope you enjoy this video. こんにちは。今日はこちらのバッグについて紹介したいと思います。よかったら最後までご視聴ください。こちらのバッグはコーチのバッグになります。コーチのディンキー24というバッグになります。大きさなんですけれども、横が24センチ、縦が15センチ、そしてまちが7センチになります。こちらのバッグは通常のディンキーよりも一回り大きいサイズになります。こちらが通常のディンキーになります。このように幅が1センチ、そして縦が数センチ、まちも少し1、2センチほど、こちらの方が小さくなります。ほんのわずかな大きさの違いなんですけれども、こちらの、コーチ24の方はかなりものが入るのでとても使いやすいです。お色なんですけれども、ダークデニムというお色になります。少しこのようにツヤがあって、とても本当にダークデニムのような深みのあるとっても綺麗なお色になっています。こちらのダークデニムとこの黄色の金具がの組み合わせがとても可愛いなと思って気に入って購入しました。バッグの生地なんですけれども、グラブタンレザーという生地になります。グラブタンレザーというのはもともと野球のグローブを参考にして作られているので、とても耐久性に優れているそうです。そして使えば使うほど味が出て使う人によく馴染むというのが特徴だそうです。はい、触るとすごくわかるんですけど、とてもしなやかでスムーズなレザーになっています。まず表なんですけれども、こちらのターンロックキーがついています。こちらには1941と刻印されています。そして反対側にはコーチと刻印されています。こちらには1941年シリーズのタグがついています。はい、バッグの裏なんですけれども、大きなスリットポケットがあります。こちらには iPhone6S のケースが入っています。すっぽり入ります。こちらのポケットもかなり大きくて、手が半分ほど入ります。こちらのポケットの中はブラウンのレザーになっています。こちらのバッグのチェーンなんですけれども、このようにゴールドの金具と茶色のレザーが編み込まれています。こちらのゴールドは少しツヤのあるゴールドになっています。先ほどお見せした小さい方のディンキーのチェーンストラップなんですけれども、こちらは少し濁ったタイプのゴールドになっています。こちらのツヤのあるゴールドの金具とこのダークデニムのお色の組み合わせがとても可愛いなと思います。チェーンストラップなんですけれども、このように二重にしてショルダーバッグとしてもお使いいただけますし、こちらを外して
このように長くして斜め掛けとしてお使いいただくこともできます、はい、もしくはクラッチバッグとしても使用することができます。あとはこちらのフックの部分にもコーチと記載されています。あとはこちらのリングの部分にもコーチと刻印されています。バッグのこの縁の部分はダークブラウンのお色になっています。このダークデニムのお色とすごいマッチしています。こちらステッチのお色なんですけれども、少し水色のような、グレーのような水色のようなお色になっています。かわいいです。では、バッグの中をお見せしたいと思います。あと物がどれぐらい入るかもお見せしたいと思います。バッグの中なんですけれども、このような茶色のレザーになっています。あとはこのように前に小さいポケットがあって、後ろは大きなスペースになっています。まずは手前のポケットなんですけれども、まあ、いつもと同じ携帯の充電器だったり、ミント、鏡を入れています。そしてこちらの大きい方のスペースにはサングラス、コーチのお財布、こちらはミディアムサイズになります。あとはコーチのキーケースと電車のパスケースになります。あとは口紅とリップクリーム、そして、メイクやお薬や細かいものを入れているポーチになります。こちらもコーチのポーチになります、はい、中身は以上になります。こちらのポケットも結構大きく開きます。手がすっぽり入ります。そして後ろはかなり大きなスペースになっています。そしてディンキーといえばこちらの、キスロックのポケットがついています。今は特に何も入れていないんですけれども、まあ、アクセサリーだったりイヤホンだったり、あとはレシートや小銭などを入れたりすることがあります。中は布の生地になっています。そしてこちらに1941と刻印されています。あとこちらにジェニュイングラブタンレザーと書いてあります。本革という意味ですね。そして必ずリンキーについているこちらのキーリングのストラップがあります。使用したことはないです。あとはこちら側にコーチの品番やリンキーについて記載されているクリードがあります。中もすべてこのようにレザーになっています。あととてもレザーのいい香りがします。
こちらのバッグのレザーなんですけれども、とても柔らかくて傷がつきやすいレザーになると思うので、お手入れの方をきちんとしています。こちらの工事のレザークリーナーでまず拭き取って、クリーニングをしてから、こちらのレザーモイスチャライザーを使ってレザーを保湿してあげています。そうするとさらに手触りが良くなって、バッグをいい状態で保てていると思います。あとは特に夏なんですけれども、日本は本当に暑くて汗をすごいかくので、こちらのクリーナーでお掃除をして、このモイスチャライザーで保湿をしてあげてから、その上から防水スプレーを振りかけています。なのでかなりいい状態が保てていると思います。あとはこちらは1941年シリーズのコーチのバッグになりますので、こちらの布のバッグがついています。以上になります。皆様ご視聴ありがとうございました。もし質問やコメントなどがございましたら、メッセージをいただけると嬉しいです。Thank you for watching my channel. Goodbye!